さて再びブルーザーブロディが登場します。この相手ですが、プエルトリコではザ・クラッシャーというリングネームで暴れていましたが、新日本プロレスのリングに何度か来た、巨体のリップモーガンですね。89年の日米総対抗シリーズなんかでも結構活躍したリップモーガンですね。非常にスタイルがブロディに似ているというか、ブロディを真似しているというか、そのリップモーガンとブロディのマッチメイクというのも非常に、かなりリップモーガンには酷なマッチメイクですが、まあ実力的にはブロディの比ではありません。これは87年のフィルムですが、リップモーガンが新日本プロレスの日米総対抗シリーズに来て、ハシミコフあるいは、ザンギエフ、そういったソ連の連中と戦ったのが89年。このリップモーガンはブロディが死んだ88年を機に、完全にブロディスタイルをマスターしまして、ブロディの死を機に、ポストブロディとして名を打っていった選手ですね。ただこの頃はまだブロディを首投げにもできないという、全然相手にされていないというのが明らかに分かります。この人はサウスポーですから、先ほどの首投げ一つにとっても自分の肩の左にブロディを担ぎまして投げようとしますね。そういった投げ方にはレスラーというのは相手の左を取るというのが鉄則ですから、そういった投げをされる場合レスラーは過剰に防衛反応が働きまして簡単に投げさせない、そういった、反応をいたします。したがってブロディのような人一倍頑固な選手は、こんなお前左の投げにかかってたまるかというので、必要以上に体を固くしてそれをディフェンスすると、そういう感じもします。ここでこの9勝1もなんとも中途半端です。単にブロディの怒りを買うだけのような中途半端な9勝1。もうブロディもあまり時間を要しないでしょう。そろそろ決めにかかろうというところで、なんとなく客席がざわついておりますね。誰かが乱入するんでしょうかね。あっと、このラリアットで自分が吹っ飛んでしまうという、どうしようもないラリアット。叩きつけた方が倒れてしまうに話になりませんね。ここで噛みつき、まあなんともグリーンな戦い方のリップモーガン、体もまだしょっぱいですね。さあブロディがそろそろフィニッシュに入るでしょうか。ブロディキック、はここでブッチャーが乱入してきます。赤いタイツのブッチャーというのは、やはりブロディが亡くなる直前、ブッチャーずっと赤いタイツ履いてましたけども、ここでブッチャーが乱入してきて、ブロディがそれに気を取られますね。この組み合わせの前段階で組まれたマッチメイクなんでしょうね。ダッグワイトに逃げ戻りますブッチャー。無効試合ですかね。すごいお客の数です。この時点ではもうブロディはベビーフェイスになってますね。